はい、渡辺よしです。今回はね、 D13 セクター解説の実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これね、ようやく引き当てることができました。とっても欲しかったんでね。これビッグボックスバンドルでレアドロップ100個では近接攻撃のレイブンアイ&アサルトライフルの LV8 バジリスクが出たんだけどね、この D13 セクターはね、そのビッグボックスバンドルのレアドロップ100個では出なかったんでね、でその後に暗号キー、溜まった暗号キーを使ってね出したんだけどね、ほんとようやく出てくれてね、ほんとにね大喜びしたんだけどね、飛び上がったんだけどね。自分レアドロップオープンの時にね、新武器出たらね、マイクちゃぶ台に置いてるんだけど、でその新武器が出たらね、ちゃぶ台叩いてで、ね、出ました、やりましたみたいな感じなんだけど、もういつも以上にねテーブル叩いて、この D13 セクターが出て大喜びしてね、いつもより倍にテーブル叩いてね、結構大声で何度も言ったんだけどね、そのぐらい本当に喜んだんだけどね、とっても欲しかったんで。前回のトリプルプレイの時は出なかったんでね、これね、 SMG の HXL4 が出て、こっちは出なかったんでね、本当に今回出してよかったな。これでね、全て新武器揃ったんでね、今回のビッグボックスバンドルのレアドロップ100個で新武器揃ったんでね、暗号機も貯めて、これちょっと説明読んでいきたいと思います。単発式ブレードランチャー、当たれば致命的、跳ね返ったディスクで複数の敵を始末できるということでね、これ跳ね返、フリスビーなんでね、ディスクなんだけど、これフリスビーみたいなもんで、壁に跳ね返るとね、この説明通り敵に当たるとキルできたりするんでね、これ結構ネタ武器的にも結構魅力的な武器なんだけど、これね、ステータスがこれすごい、ダメージが最大の20になってます。で射程距離が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、射程距離10で、連射速度2で、命中率が8になってます。ダメージめちゃくちゃ高いで、これね、射程距離もまあまああって、10、連射速度は2で低いんだけどね、で命中率が8、結構ステータスこれいいかもしれない。これまだ1回も使ってないっていうことで、前倒した敵から奪って使ったことあるんだけど、少しだけでも、その時でキルしたと思ったんだけど、なのでレベル上がってると思ったんだけど、まだレベル上がってないな。使った時まだキルやらなかったんだよ、その時。だから武器レベル今見ての通り全然上がってないんでね。これ迷彩チャレンジがね、10キルからこれ100キルまである、あ、200キルまであるね。これ近接攻撃と一緒だ、これ、これは多分ね、死なずに5キルなんで、これも多分バトル迷彩どうなるから、これな、ちょっと忘れちゃってるな。アタッチメントなしとかそういったのもあると思うんだけど、サイトつけれないんだよ、これね、サイトがないんで、どうなのかな。ロングショットとか多分あると思うんでね、これカメレオン迷彩が多分難しいと思うね、やっぱり。なので、でこれ弾数少ないんで、ちょっと迷うね、このパーク構成が。今8でしょ、あ、8なんで、でもね、メインウェポンも持たせたいんだけどね、どうだろうな。通常のキルするだけだ、キルするだけのやつだったらこれだけでもいいんだけどね。だからカメレオン迷彩とかになるとメインウェポン持たせた方がいいんだよね、絶対。これいいと思うんだけどね。第6巻オーバークロック、オーバークロックどうだろうな。とりあえずこれでやって、通常の200キルまではね。でカメレオン迷彩の場合はね、どうだろうな、メインウェポン持たした方がいいな。カメレオン迷彩チャレンジやるときは、これ外そうから、外してメインウェポン持たしたりとかね。これで
で1ポイント開くでしょ、コンカッションとかね、コンカッションで敵の動きを鈍らしてこれでキルするっていうパターンとかね、やばくなったらこれで対応していけばいいんだね。でスペシャリストはやっぱりこれね、バッテリーのクリティックアーマー、これに限るんで、カメレオン迷彩の時とかはね、これもダーク、カメラ迷彩とかとダークマター迷彩解除のプレイ実況度がバンバン上げていくんで、それ以外のこれとっても欲しかった武器なんでね、迷彩解除のプレイ実況以外にもね、通常のプレイ実況動画も上げていくんでね、多くね、こうご期待ください。カメラ迷彩、ダークマター迷彩解除もやっていくんでね、プレイ実況動画も多くアップするんでね、こうご期待ください。これやっぱりカメラ迷彩チャレンジは解除はね、いつものブリッジの風待ち強ポイントがいいのかな、ちょっとわからないけど、遠距離武器は意外とやりにくいんでね、近接攻撃だったらブリッジの風待ち強ポイントやりやすいんだけどね、コンバインとかニュークタウンやりやすいんだけど、遠距離武器だったらニュークタウンいいかもしれないね。フリーフォールとかチーム戦、フリーフォールはじめね、チーム戦とかでもいろいろちょっと迷彩解除ちょっとやっていこうかなと思ってるんでね、こうご期待ください。ちょっと一度もこれまで迷彩解除やってないんでね、ちょっとこれ早速使っていこうかなと思ってるね。最近も CODIW ばっかりやってたんでね、もう BO3 あまりやらないつもりだったんだけど、まあ時々やるつもりでいたんだけど、もう今回も新武器すべてね、揃ったんでね、この D13 セクターをはじめ、LV8 バジリスク&レイブン、近接攻撃のレイブンアイも出て、新武器すべてコンプしたんで、またこれ、ちょっと BO3 やらない、やっていこうかなと思ってるんでね、CODIW がメインなんだけど、プレイ実況度を上げるのは、まあ、それに並行して、この BO3 の方もね、プレイしていきたいと思います。だいたい割合的に言えば、だいたい6-4ぐらいの割合で、CODIW 優先なんだけどね、うん。それでもやっぱり上げていくんでね。で、プレイ実況動画もね、420本ぐらい今上げてるのかな。できたら500本ぐらい上げていこうかなと思っててね、COD BO3 ね、COD ポイントかなり課金してるんで、ちょっと、500本ぐらいちょっと上げていきたいなと思っててね、あと80本ぐらいで500本になるんで、500本まで一度もないんでね、400本はね、AW から400本上げたんだけど、で、BO3。で、今 IW がまあ、もうちょいで100本いくんで、ちょっとこの D13 セクターちょっと多めにね、アップしていくんでね、いろんなカスタム構成でね、スペシャリストもいろんなの使って、メインウェポンもいろんな、まずとりあえずの新武器、この DIY11 レノバーターとか、この HLX4 とかね、この HG40 とか、アサルトライフルだと、この MX、この MX ガーランド、ファーとか、FFL ファー、ピースキーパーマーク2、LV8 バジリスク、で、ショットガンのこのバンシーとか、あとライトマシンガンのこの R70 エジャックス、で、スナイパーライフル、RS インターディクションで DBSR50。ちょっとこれ、サブウェポンはちょっと併用できないんで、この今挙げたメインウェポン、新武器のメインウェポン組み合わせたりね、やっていくんでね。本当にね、これ、さっきメインウェポンはすべて新武器見せたんだけど、このハンドガン、マーシャル16、リフト E9。これビッグボックスバンドのレアドロップ100個開封の後半でもう紹介したんだけどね。L4CG。これも揃って、で、近接攻撃もね、全部揃ってるんでね、これね。バタフライナイフ、レンチ、ナックルダスター、アイアンジム、フューリーソード、MVP、マリス、カーバー、スカルスプリッター、スラッシュ&バーン、ナイトブレイカー、バズカット、エンフォーサー、ヌンチャク、プライズファイター、で、悲しみの道、スピードエース、レフトイー、ブッシュワッカー、これ、近接攻撃すべてダークマターミサイル解除してるんで、で、このレイボーエイム引き当ててね、で、スペシャルのこの NX シャドウクローも
ダークもちろんダークマター未正解場になってるんでね。でこれね、メインウェポンも全てねダークマター未正解場にしてるんで、新武器も全て揃ったんでね、本当にね とっても大満足したんだけどね。今回のビッグボックスバンドルのレアドロップ100個開封でね、ちょっと全て揃えたかったんでね、実質的にあのレアドロップ100個ではこの D13 セクター出なかったんだけどね、あの溜まった暗号機使って出したんだけどね、獲得したんだけどね、これかなり上げていくんだよね、プレイ実況動画ね。できればあのフリーフォールでも1位狙っていくんでね、今後来てください。以上にしたいと思います。あ、ちょっとこれやってなかったんだ、これ武器のショーケース。以上にしたいと思います。はい、今回はね D13 セクター解説の実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。